高橋ラボラトリーオーイス、皆さんこんにちは、高橋です。今回はですね、新しい新企画をやってみたいと思います。その名もガンプラポージング大作戦10分間チャレンジでございます。はい、こちらはですね、ちょっと新企画というところで、ガンプラを、10分間ひたすら動かし続けて、そのガンプラの魅力をお見せしながら、どういう感じでね、かっこよくポージングができるのかなっていうところをちょっとチャレンジしてみたいなと思います。ポージング方で個人的なこだわりポイントなどもご紹介できたらと思いますが、この動画の醍醐味としては、今まさに撮影中でございますが、ノンストップで撮りたいと思います。ノンカットでございます。なので、例えばね、動かしている途中にどういうふうに、こういう工夫とかね、動かし方をしているのかっていうところも含めてね、お見せできればなと思いますので、早速ですが今回はですね、こちらリアルグレードのジオングさんですね、こちらをポージングしながら、ガンプラの魅力見ていきたいなと思います。それではですね、早速タイマーをつけて10分間やらせていただきます。はい、10分、それでは、いきたいと思います。10分間どれだけポージングできるかいきたいと思います。それでは早速いきましょう。スタート。はい、始まりました。10分間耐久ポージングレースでございます。まずはですね、ジオング、せっかくなので今ちょっと簡単にね、すだちかっこよくしたいんだなと思います。個人的にすだちのね、コツとしては、左右対称になるように意識していくのと、こう体幹がね、もちろん S 字みたいなポージングもあるんですけど、なるべく最初の時はまっすぐね、体がこう向くような姿勢を維持する、綺麗な姿勢ですね、こうまっすぐになるようなポージングを意識します。で、続いてはですね、腕ですね。腕も、すだちは非可動というか、いわゆる可動してない状態なので、メカなら左右非対称でしっかり止まってくれるんじゃないかなっていう個人的な考えがあるので、なるべく例えば引き出し関節とかも両方ともちゃんと締まった状態にするとか、あとは腕のね、この回転の位置とかも、左右どちらも同じような向きにする、まっすぐでもいいし、ちょっとこうね、開いてもいいんですけど、必ず左右対称にしてあげるっていうのが個人的な意識ポイントです。で、あとは何でしょうね、一番何も考えずにやるのが、とにかく一旦関節とかはまっすぐにします。関節軸で動く方向がこう最大限までまっすぐになるように持ってった後に、ちょっと自然な形になって動かすっていうのを両方やります。で、よくやりがちなのが、二重関節があるガンプラってこっちにも動くし、この軸のもう先っちょの方からも動く場合もあるんですが、なるべくね、それが左右どちらも同じ方向、同じね、箇所が動いている状態にしてあげると、より自然になるのかなと思います。はい、でこれで、あとは手をこう、ね、指とかがね、独立稼働するジオングとかはかなり左右対称するの難しいんですが、自然な形で綺麗にしてあげる。はい、これで一旦、最初の、ポージングです。すだちですね、綺麗に決まりました。さっきと比べると結構ね、こう綺麗なね、シルエットになったのかなと思います。ちなみにジオングはね、このランディングギアがついているので、夜アクションポーズをしなくてもかっこよく決められますね。はい、だいたい2分ぐらいで、こちらポージングできました。では続いてはですね、ジオングのアクションポーズやっていきましょう。さあ、あと8分ぐらいでどれだけポージングできるか。せっかくなので、まずはですね、この右手のビーム砲を構えたようなポージングを取りましょう。さあ、どうしようかな。ジオングとかは、ジオングというか、ガンプラ全般に言えるんですけど、なるべくポージングで、なんか原作寄りのポージングか、もしくはいわゆるアクションなんだろうな、格闘ゲームみたいな、いわゆるちょっとね、ケレミの効いたポージングを取るかによって、結構方向性上がってくるんですけど、僕はやっぱりガンプラって、原作としてのね、モチーフの遊び方もそうなんですけど、リアルグレードみたいに独特なアレンジをしているものに関しては、ちょっとね、アグレッシブなポージングを取るようなことが結構多いです。で、その時に僕が意識しているのは、とにかく動くところは全部動かすという意識でやってます。例えばビームを構えるといっても、例えば今こんな感じで腕を振り上げて顔の向きを構えれば、もうそれだけでアクションポーズにはなるんですよね。こんな感じで、これでも全然 OK なんですけど、ここをね、例えば腰の向きをしっかり変えてあげたり、あとはこの体の向きをこう、ガンプラってね、できるのできないのあるんですけど、ジオングはね、こういう風に前にね、こう下ろすことができるので、こうすることで、よりなんかこうね、ケレミの効いたポージングがさらに動いていきます。もっともっとありますね。あとはジオングは、ここの腕の部分が引き出し関節になっているので、ここをまっすぐ出してあげて、こう前に構えてあげるだけで、よりこう、アグレッシブな感じになってきます。とにかく、これもいろいろね、コツはあるとは思うんですけど、ポージングを取る上で、とにかく稼働するポイントをなるだけ動かす
そうすることによって結構ね、ケレミの効いたポージング取れるんじゃないかなと思います。はい、だんだん形になってきましたね。で今、右手がだんだん形になってきたので続いては左手ですね。まあ、左手がどのようになってるかっていうのはいろいろ例えばあると思うんですよ。例えばビームを打った後、こっちでビームを打った後にこっちを構えてるのか、それとも、まあ、今ね左手の状態はまだフリーの状態で、この攻撃が終わった後にもしかしたら優先アームを飛ばすかもしれないといった、なんかねこのジオングが今実際に戦っている時に次この左手は何をするのかなって考えながらポージングをしています。で今回は、まあ、ちょっとね左手は今フリーの状態っていうイメージなので、まあ、ちょっとね柔らかくちょっとねこうリラックスしてちょっとしっかりとこの右手のビームを構えたろっていう感じのイメージでやっています。はい、でこれである程度形になりましたね。はい、まあ、これでも結構十分かっこよくなりました。であとはアクションベース使いましょう。ちょっと一旦ランディングギアを全部外します。はい、で、ランディングギアはですねここのパーツを外すことで、まあ、この収納状態にすることができますね。はい、どんどん戻していきましょう。はい、ただいまですねこちらだいたい5分ぐらい、こちらのねポージング動画進んでおりますが、残り5分、さあ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 どんなポージングが取れるかちょっと見ていきたいですね。でこれで1回パーツをすべて戻しました。こんな感じです。で、ここであるのがアクションベースでございますね。じゃじゃん。はい、おなじみです。ジオングにはアクションベースが付属しているので、まあ、買ったものをねそのままつけることができるんですが、ジオングはねこの専用のジョイントがここにつけられます。はい、こんな感じで、はい、でこれでつければ、はい、こんな感じで、はい、まあ、もうこれですでにねかっこよくポージング結構取れてる感じはするんですが、個人的な1個こだわりポイントがございます。アクションベース使うときって結構ね多いのが、アクションベースこう一番安定する飾り方は要は平行になるように、まあ、ガンプラがねこう飾れる状態、まあ、ガンダムだったらこうねまっすぐ立ってるような雰囲気で浮いてる感じになると思うんですけど、僕は個人的にこのアクションベースを使うときはここが斜めになるようにします。ここをちょっと斜めにしてあげて体がこう斜めに入るようにつけます。そうするとそれだけでなんかこう宙に浮いてるかのような雰囲気に飾ることができちゃうんですよ。でこれがね結構ポージングをした後にこれを1個やるだけで全然アクションの、ね、幅が広がりますので、個人的にはここのねアクションベースのこの軸の向きをできる限り斜めで、この軸を刺すときもまっすぐではなくてちょっとね反対側とかに持ってあげるとよりアクティブなポージングっていうのはできるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ、ちょっと画面に映らなくなってしまいましたが、まあ、上げるとねこんな感じです。じゃじゃん。はい、結構かっこよくなりましたね。であとはですね他の、まあ、さっきも言ったガンプラの動かせる場所を全部動かしていくっていうのがこだわりポイントです。このスカートのパーツが全部独立稼働するのでここも全部動かしてみましょう。まあ、ここはもうね原作からかなり離れちゃうアクションポーズになってくると思うんですが、まあ、だったらまあねこのガンプラのねオリジナルのギミックをしっかり活かしていければよりこのガンプラの魅力っていうのが増してくるのかなと思います。でジオングはスカートが全部展開した上でこのバーニアが展開します。でバーニアの展開がこのねストッパーを外してこう上に動かすことができます。こんな感じで、でこれで前にバーニアをね展開させてあげれば、よりこのジオングって足がないのでこうアクションポーズの幅をすごく比較せにくいんですが、このバーニアの向きでよりねこうジオングがこの今どっちの方向に動いてるのかっていうのがお見せできるっていうところもこの、ガンプラのね魅力なのかなと思いますね。はい、ということで、2つ目のポージング、ジオングが右手でビームを構えた状態でポージングが取れちゃいました。かっちょいですね。まあ、こんな感じでねちょっとね意識を変えるだけですごくかっこよくポージングが取れちゃうのかなと思います。さあ、あとですね1分ちょい、さあここからちょっと応用してちょっとね優先ビームアームを構えちゃいましょうか。さあ間に合うか、あと1分ちょっとで、さあここからチャレンジです。さあどこまでここでポージングが取れるか。はい、ちなみにジオングはねこのビーム砲を構え体がねこう全部展開した状態で上半身がねこう前に出るようになります。まあ、これがねすごくねポージングするときに活かせるポイントかと思いますね。であとは向きをちょっと位置を調整して、
顔を調整して、さあと1分間に合うか、さあ間に合うかで使うのはこれですね、リード戦。さあさあさあ時間がなくなってきた。さあビーム砲でこう展開して両サイドに刺してあげれば、はい、簡単にねこう流線アームを展開することができます。で使うのは残りの台座のパーツと、こちらアクションベースに、あ、じゃジオングについているこのビーム砲のねこう接続のねジョイント、これをつけてあげることで、さあつかないつかない、あと40秒時間が間に合うか間に合うか、はい、つきました。でこうつけてあげるだけで、まあ、優先アームを展開することができちゃうわけでございますね。はい、こんな感じで、であともう両方はこちらですね、もう一個これを差し込んで、はい、よいしょ、あと届いちゃった、やばいやばいやばい、あと20秒しかないですよ。さああと17秒、16 15 14 13 12、間に合うか、11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、あー、タイムアップ。